スタジアムの Vlog 撮りに来ました。まあマイクもテスト中なんでね、どういう感じかよくわからないですけど、まあいい感じで撮れたらいいと思いますね。どうですかこれ、このグラウンド。これはライトスタンドの奥からですね。これがバックネット裏、バックネット裏じゃないわ、これはあの電光掲示板、バックスクリーン、こんなになったよね、アグリアナ、国旗掲揚、こんなになったよな、まあこれがちょうどバックスクリーンからの風景。ああ綺麗な、グラウンドは綺麗わ。やっぱり野球場ってな、僕も昔野球しょったけん、やっぱあれやな、野球場も綺麗な。素晴らしいね、この球場は。やはり阿南市の税金つことだけあって。ここは何かな、ここはトイレ、こんなところにトイレあって、ここは何だろうか、ここはやっぱトレーニング場。ここは何なん、すごいね。あ、別に何もないんか。ここやあれやな、ランニングしたりするにええよね。素晴らしい。まあシーズンオフで他からのキャンプもコロナの影響で来れなかったので、今綺麗に整備してくれてますね、係員さん、ご苦労様。ここからバックスクリーン、まあすごい自然豊かな中にね球場を作ってますからね。風もあんまり吹かないですよね、この球場は。なんせこの辺りでのバットの素振り、キャッチボール、ランニングを禁止か。何でも禁止禁止でのファールボールが飛んでくるとか、まあ今日はねアグリアナンスタジアム Vlog 撮ってます。これがスタンド、スタンドですね、これが。どうですか、これは綺麗ですね、スタンド。まあ雨の日も大丈夫ということで、こういう感じですね。まあファールグラウンドは人工芝で囲まれて、まあ、徳島の倉本球場とか鳴門球場、蔵王球場、まあ徳島もいい球場たくさんありますけどね、やはりここは阿南が誇るアグリ阿南球場。まあどんどん皆さんねここへ足運んで、まあ、野球観戦。僕はまだここでね野球したことないんで、一回やってみたいなと思いますけど。まあ、甲子園はね3回出場しましたけど、まあ、甲子園に劣らず素晴らしい球場でしたね、そういうことで阿南
アグエスタジアムの Vlog。 何せ素晴らしい環境です。またぜひいらしてください。それじゃあね、これからねどんどん Vlog 上げていきたいと思います。僕はね体を動かすことが大好きなんで、こういう施設来たらねすごくテンション上がってて楽しいですね。やっぱり家でじっとおるとね泣いてきますね、このコロナウイルスで。ですね、皆さんも外へ出てね、素晴らしい環境アナウンシありますんで、皆さんまた一緒に、何でもテニスもここもあるみたいで、ね、テニスとかまあいろいろねあります。それじゃあね。